ピックアップ声ボンヌはいということで今回のピックアップ声ボンヌは、えー、ほ堀堀口、はい、堀口堀口、えー、道夫です道夫さんはいはい、はい、えー、ね今回、えー、やっていただいたボイスブックのね作品が、はいえー、宇宙戦隊でしたっけはいはいこ、ねえー、れ長かったですね長かったですね 尺が4時間45分近く行ってます。あそんなにですかそう、結構な量です。はい。うん。うん、ね二2回に分けてやりましたけど、はい、でも、あのー、ね、まあちょっとところどころ鉛とかあるんですけど、はい <laughs> あのまあ、それはまあしょうがないとして全体、はい、的に滑舌とかはいいのでやっぱこんだけの長い作品読むのは大変ですからね、はい、実際に、はいうん、今はうちで声ボンヌ、はい、うんやってる人たちでも、はい、もう10分でももう無理な人が無理なんでやっぱり10分でももうリテイク30回やる人もいるし<ー>だからそう考えれば。はい あの、かなりレベルは高い方だと僕は思いますよ。嬉しいです。すごく嬉しいです。全然、そんな、あの、もちろん、もっとレベル高い人もいますけども。そんな、あの、自分を卑下する必要は一切ないです。あの。正直、ちょっと落ち込んでました。あ、全然落ち込んでない。全然落ち込んでない。もう、素晴らしいと思います。むしろ、むしろ、全然気にしないで。大丈夫です。ありがとうございます。はい。なんで、そういうね、堀口さんが、ね、あの、一生懸命読んだ。この宇宙、せ宇宙戦隊。 これいつ頃の話ですかもうだいぶ前戦時中みたいな感じですね。なるほどね。戦時中にこの「宇宙戦隊」という小説があったというのがすごいですね海の十三さんという方がいてこれ結構やっぱり内容を今読んでいくと結構なんか今の「ドラゴンボール」にもつながるような原案なんじゃないかというかね。 あまり時代を感じない昔に描かれたとは思えないようなんか、うん、ちょっっとびっくりそうですねそういう意味ではねこの作品を見つけられてねまさか海のじじ十三さんもこの時代にこういうふうに見つけられて発信されるとは思ってないかったんじゃないですかね、はい、もしかしたらそういう意味ではあのー、堀口さんが掘り起こしたというか。 声上げでね再びこの海の柔道さんの作品を世に発信するということで非常に責任重大でありやりがいもあることだったと思います。今後ちょっとこんなに長いのはあんまりやらないと思うんで1時間以内ぐらいで終わるやつで他にも有名なのいっぱいあるんでこの苦労はですね必ず後で生きてきます。でももし できればまた、やってもみたいです。うん、長いのも。あまあ、そうですね。<laughs> はい、はい、はい、はい。できれば。<laughs> できれば。ね。はい。あのー、もう、あれですよ。あの。もう、吾輩は猫であるとかね。はい、い短編とか、ね。短編でも、あれ、分厚いんですよ。<ー>結構長いですよ。はい、うん、だから、まあ、そう、そう、そう、まあ、でも、やっぱり、長っきゃ長いだけ、世界観が入りますからね。はい。 うん、最近僕も小説割と読むようになったんですけど、うん、やっぱり2日ぐらいかけてやっぱ読みますから、はいうん、でもやっぱそうするとその人のやっぱ主人公のね主人公が78歳のおばあちゃんの話と65歳の男の話と37歳の女性の話、はい、3つ読んだんですけどす今月入ってから <laughs> もうななんかか頭おかしくなります <laughs> 結構意外とこう洗脳されやすいというかね。 あのかあのそう影響を受けやすいんで、はい、生き方までで変えよよううとしちゃうんですよね<ー>だから昨日までこうしてたことを急にこの本読んでせいでやらなくなっちゃったりとか何、はい、かまあそういうもんだなと思いながらあ<ー>まあそれもまた一つの人生の楽しみというかね。ということでね、うん、今後はどんな作品をやっていきたいとかありますか そうですね。でもこういうなんていうんだろう戦闘ものですかね。そういうのもまた楽しかったですし、はい、あのやっぱりしあのじっくりとストーリーをこう進めるような話も、そうは興味ありますね。なるほど。ちょっと心情こう読み解くような、はい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 、そういったものも楽しそうだなと思います。なるほどなるほど。はい。 そかそかじゃあまあちょっと堀口さんはそういう系でね、はい、あのまた攻めていければなとは思いますので、はいはい、じゃああのー、ね本当にまあ群馬県から、はい、いつもね来ていただいて大変 <laughs> 今日雪降ってますよしかもそうですう、ね、んなんとか頑張って帰れなかったとしてもあ、うんうんうん、まあ大丈夫なんであそっか、うん うん、次の日は。あ、そうか、そうか、はい、明日は休みなので。まあ、のんきに。あの、東京の友達に連絡してね、はい。<laughs> 誰か止めてっていう <laughs>。急に止めてくれる人はいるのか。わ <laughs> あ、なんとかなるでしょう。堀江、はい、さんなら <laughs>。いやー、わかんないですけど <laughs>。うん。やっぱね、はい、あの、長時間読むと。 途中でお腹が鳴ってきたりするというねそれが一番大変ですねあれはもう自然現象で本当に素晴らしいことなんですけどお腹が鳴るってあれアニメの世界だけかと思ったら意外と本当にアニメの音と同じ音なるんですよねしかもマイクがしっかり拾ってくれますね拾ってるんですごいんですよ本当ですよお腹の空いたキャラだったらいくらでもできるんじゃないかというよくなりましたねはい まあ堀口さん今後の活動まあこれね実際この作品こういう作品を今後もやっていただきたいなと思ってるんですけどもぜひえっとちょっとリスナーに向けて堀口さんの自己紹介というか誰やねんというところをねちょっとねご拶いただければと思いますけどもはい今回宇宙戦隊読ませていただきました堀口道夫です。 一応得意なのは男の子とかそういった役柄が得意なんですけどいろいろこれからもこういう文章を読んだりとか、ね、ストーリー読んでいろんな話を読んで自分の経験にもなると思いますしやっぱり先ほど、ね、おっしゃられたように本一冊の本が自分のなんていうのかな人生変えたりとかっていうこともあると思うのでそういった経験をいろいろできたらなと思いながらまた。 いろんな人に聞いてもらえればなと思いますのでぜひとも一生懸命頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますはいということで堀口さんあのー、またね引き続き頑張っていきましょうはい、はい、ありがとうございますはい、はい、じゃあお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございました